7番昨日チーム最多の20得点マーク JB ジャレル・ブラントリー、13番圧倒的な存在感皇帝のマーク・スミス、2番昨日 MVP 好調のエースレイナルド・ガルシア、14番天才シューターの爆発に期待金丸浩介。一方の長崎はこのまま終わるわけにはいきません。意地とプライド全人全開の40分が始まります。で、ボール展開できてましたね、はい、さあ隅田フェイントアタック道が開いた、隅田のフィニッシュ、ドアー、いやー素晴らしいプレーですね、隅田大輝です。まあ、本人としても気分は乗ってるでしょうねそうですね、はい、さあブラントリー、ブラントリーのフローター、うまいですね、はい、そしてジャレル・ブラントリーちょっとねここで展開が止まってしまいますので、ね、はい、少しブラントリーが待ちながらパスコースを探します。ブラントリー自らアタックでファウルをもらいました。そしてエンドワンということになっています。ブラントリーどうするか、三原がついている、そうですね、佐賀が小さく守ってますよね、はい、ショットクロックが残り短いが残り3秒の状態でジャンパー打ってきました。カリマタマーク・スミスがボールを操ります。だから佐賀の選手はかなりも寄ってますからね、うん、スミスのアタック、スミス、まあ、スミスはねあのガルシアの方が一枚上手でしたね、体幹が強かったですね、はい、一方のマーク・スミス、こちらも負けてはいません。お互いのポイントガード、チャイルズどうするか、金丸がいますがチャイルズ自分で行く、自分で行った、ここはチャイルズのスコア、エジェル、そうですね、こう松本ファールできないんでね、はい、押し込め、コスタップ、ガルシアのポイント、これで逆転に成功しました。バルーナーズ前半からそうですけどね、はい、やっぱりお互いエースがね点を取り合ってますよね。フィーラー、ガルシアからフィーラー、どうしてもあるんでね、まあ、その辺のセルフコントロールが大事なんですよね、はい、金丸のキャッチアンドショット、バックアンスリー、ここはさすがの金丸コースケ。マーク・スミスどうするか、スミスから山口回してショットクロック残り5秒のところでスリーポイント、森川雅昭今日3本目、長崎3点のリード、ジャレル・ブランドリーから山口、そしてスミスのスリー、はい、今のプレーのショットが一番確率が高いと言われてて、まさにゴール下自分の役割を果たすエジェル、そしてブラントリー、エジェル、さすがのオフェンスリバウンド。さあ山口ショットクロック残り2秒1秒、ブラントリーのスリーポイント、これが追撃、山口2投目外れて最後のシュートはリングには当たりました。白熱の九州ダービー、はい、78対93、勝ったのは長崎ベルカです。